パワプロスタジオということで、どうも ST スタジオののりでございます。前回のマイライフでしたが、ちょっと残念なことに1軍デビューはできませんでした。ということで今日は2軍の試合をですねやっていきたいと思います。初の二刀流としてね、やっていきますんで、あいつらをギャフンと言わせて絶対に1軍デビューさせていただきたいと思います。神田いくぜ。さあファイターズ戦、我がファイターズ赤尾です。いよいよ今日プロ野球セパ両リーグが開幕しました。果たして17年シーズンを制するのはどのチームになるでしょうか。さあこの試合をやって今日は終わりにしたいと思います。最後の試合見ていってください。相手はファイターズ、もちろん先発、完璧なピッチングをお見せしましょう。いくぜ。2軍戦初先発はこの男、本田五郎。素晴らしいストレート、おっと、いきなりヒット、やばいぞ。ちょっとなんか攻めが曖昧すぎかな、適当にやりすぎ。お前にバントなんてさせねえぜ。街道戦でこんなんあったな。 OK ナイス。さあさあさあ、ちょっとね配球は俺下手くそなのかな、打たれてるね結構。えい、高めのストレート、ストレートうまく使っていかないとね。お、岡さんですね、バッター岡山の英雄ですよ。もう倉敷商業サイン持ってますさあさあ2回インコースから進めていく。149キロストレート、このカーブがちょっと危ないのかな、使いどこおかしいかな。高めのスライダー、あ、スライダーじゃなかった、おい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 、スライダーのはずだったぞ、違った違った、やばい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 。お、杉谷さん、杉谷さん、あ、これやっぱりオートだね、守備はオートですね。浅間、浅間もいい選手なんですよ。これベイスターズ使いながらファイターズの解説するっていう謎の実況始まってますけど、浅間くんねいいですよね。おっと、松のフォアボールか、やばい、俺の投球のセンスがないかもしれない。さあここカーブを、そして高めストレート、よし、ちょっとゲッツーで終わらせたかったな。お、斉藤佑樹、斉藤さんじゃないですか。今年もねファイターズ健在でございます。三振、オッケー。お、本田五郎初打席、やばい、めっちゃ緊張する。初打席はなんとヒット、これ初打点つくんじゃね、帰れ帰れ帰れ、ナイスバッティング、さすが本田五郎、いいバッティングです、いいですね。さあ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 、快調に飛ばしていきましょう。ドキュン、いいボール。さあカーブから入って高めにストレートを投げ、そして最後フォークで締めるという最高の配球だ。森山、このね選手もねいいバッターです。本当にあの次世代の若手ですね。
まあね、今年は今年じゃないわ、去年か、去年は横尾くんがねすごい活躍してくれて、ちょっと今年も期待なんですけども、楽しみですね。どんなファイターズになるんでしょうか今年は。そんな話を交えながらファイターズの話しかしてませんがやっていきましょう。さあさあさあ、ケイ、ナイス、それ大島ね、ソフトボール上がり、ソフトボール上がりに打たれた、ソフトボールの意地。でもすごいよね、ソフトボールから本当にプロ行ってこんだけ活躍してるわけですから、ちゃんとね契約も更新して今年も頑張ってくださいって感じですね。はい、三振、ナイス。お、気づけばもう8奪三振、スタミナは有り余ってるぜ。いや、そうでもなかったわ、全然有り余ってなかった。これあれなんだね、その今までの練習の疲れとかがそのまま影響するんですね。だからちょっと練習の感じも変えないといけないんですね、これちゃんと見計らっていかないと。さあ、本田五郎、ナイスバッティング、素晴らしい。これもまた打点になるんじゃないか、これ走れ走れ、ナイスバッティング、自分の助けるツーベースヒット。まあ本田ゴロですからこんぐらいしますよ。いいね、さあさあ、ちょっと疲れが出てきました本田君。ここでね、勝利投手の権利を得るので5回、ここもしっかり踏ん張ってほしい。おー、バットを折りながらのヒット。ちょっと焦りすぎて噛みました。さっさっさ、渡辺くんもね、いい選手なんですよ、この人ね。今はちょっと松本剛さんがいるので、出れませんが。いい選手ですね、東海大甲府だったかな。はい、ナイス。さあ、ちょっと疲れがね出てるんでちょっと交代させてほしいんですけどね、なかなか動いてくれませんね、ベイスターズベンチ。これも高めで釣っていく、うん、いい当たり、ナイスバッティング、ナイスバッティングじゃねえよなんで応援してんねん俺、急に俺ファイターズ側に入っちゃったわ。さあ、しっかりね、7回までは持ってほしいかな、やっぱり投手7回が肝になってきますから、しっかりそれを投げ切れれば先発投手のなんか柱としてね、いけるんじゃないですか。さあ、しっかりとここも打ち取っていきたい、うん、ナイスピッチング、ああ三振じゃなかった、よし、11個目。さあ、ここもチャンス、ここも打っていった、やばい、本田五郎が投打に渡る活躍、素晴らしい。さあ、もう体力がもうない、街道線みたいになってる、もうぶっ倒れて最後フォアボールで終わりたいな、これ取れる、ナイス。さあ、助けてやってくれ周り、しっかりと打ち取るんだ、最後は高めの高速球、無理遅れ、おっと、もう肩で息をしている、やばい、お父さん出てくるよこれ、ナイス、ナイスピッチング。さあ、ここ耐えてくれ、ここ耐えればなんとか生きるはず、これいきなり1試合目から怪我とかするのめっちゃ怖いね。
方の息の仕方。うん、もうフォークがね、ナイス。さあさあさあ、いいですよ。よし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 、初勝利。7回無失点を抑え勝利投手でございます。初のね、初試合これですよ。ほんで3安打猛打賞、上出来じゃないですか。上出来でしょう。しっかり HQS を達成してくれた。それと12奪三振。 HQS とはなんだ、ちょっと分かる人がいたら教えてください。 HQS すごい。2軍の評価が、2軍の評価じゃない、2軍のね、監督の評価上がりましたね。はい、ということで、終わりましたシリーズ3、どうだったでしょうか。しっかりとした公式戦の、2軍の試合ね、なかなかいい活躍したんじゃないですか。7回まで投げて12奪三振の3安打猛打賞と、もう本田五郎にしかなし得ないことをね、できたと思いますんで、これ活躍良かったよとか、面白かったよという方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターもやってますんでフォローもよろしくお願いします。まだまだね、これから頑張っていきたいと思ってますんで、皆さんシーズン4でお会いしましょう。バイチャ。